こんばんは、谷さんです。谷さんは体力なし、お金なし、時間なし、勇気なし、何も思っていない人です。僕にできることは誰にでもできる、そんなチャンネルとなっております。えー、今日はですね、えー、マウンテンバイク初心者さんのために、ちょっとアンケートを取らせてもらいまして、えー、それをちょっと話していきたいなと。 思います。えー、ちょっとライブ配信でやってるんで、えー、もし何かコメントがあれば、後で読ませてもらいたいと思います。えーえー、マウンテンバイクのルールをまとめてみるをやっていきます。えー、まずですね、マウンテンバイク買って、えー、山に行くじゃないですか。で、ルール知らんと山に入ると、マウンテンバイクの うーん地位が下がると言いますか、そういうことがあるんで、まあ入山禁止とかいろいろトラブルがあると思うんで、そういうことを避けたいなと思いまして、ちょっとこういう動画を撮らせてもらってます。だからまあ初心者さんと、あと、まあ、上級者っていうか、まあ結構行かれてる方は、えー、再確認のために聞いてもらえたらいいかなと思います。えー、YouTube と、えー、別の、えー ところで聞いて教えてもらいました。皆さん、あのー、答えていただいてありがとうございます。それでは、えー、いただいた意見を、えー、いきます。えー、まず、マウンテンバイクのルールをまとめてみるということで、はい、えー、ゴミを捨てない。当たり前ですね。えー、病ってゴミ捨てたら絶対ダメですね。これ皆さん、えー、初心者の方、上級者の方、 中級者の方。もうな関係ないです。絶対ごみせないでください。お願いします。えー、あと、えー、意見であったのが、時間帯を考える。これ結構大事ですよね。えー、山に行くと、えー、登山者の人、トレイルランしてる人、いろんな人がいるんですよ。マウンテンバイクで走ってる人。で、たまに、えー、オフロードの、えー、オートバイですね。オートバイで走ってはる人もいるんで、まあ、いろんな人がいるわけですよ。 いろんな考えを持った人がいるんで、まあトラブルを抑えるなら人が少ない時に走るっていうのが一番かもしれないですね。これはいい意見ですね、すごく。はい。そして前後ライトをつける。あ、これも大事ですね。えー、これはきっと、まあ自分の身を守ることにもなりますね。まあ、シャドウじゃないのになんで前後ライトつけるのっていうことを思われる方がいる、いらっしゃるかもしれませんけど、えー、前後ライトをつけることによって、まあ、 視認性が上がりますよね。あなんかまあ、赤いライトついてたら前にいるなって。で、ピカピカ、えー、白色のライトがついてたらあ、なんか前から来たなっていう風にわかるんで、まあ、つけといた方が安全かもしれないですね。まあ、地域によってはその、何て言うんですかね、鹿とかマとかイノシシとか取る漁師さん、あの鉄砲を、えー、認められて売ってはる漁師さんも言いはるんで、そういう山の中を 僕らは走ってたりもするんで。まあ、ライトつけるので、デメリットはありませんね。はい。これ、いい意見ですね。はい。あと、ルートをむやみにこうこうあ、これ、待か公開ですね。こう。ルートをむやみに公開しない。はい。これ、大事ですね。えー、世の中には、 マウンテンバイク乗りだけじゃなくて、いろんな考えを持った人がいるので、えー、山に入って、山をマウンテンバイクで走るなんてけしからんっていう人も、えー、ある程度おられます。なので、えー、まあ、SNS 等で、まあ、YouTube 含め、<laughs> Twitter、Instagram、あと何でしょう、まあいろいろ、山アップとか結構無法地帯っぽいんですけど、 まあルートをむやみに公開しない方が、まあ、トラブル防止になりますかね。ね下手すりゃ入山禁止、その自転車進入禁止っていうことにもな,るなりかねないので、まあ自分らの首を絞めないためにもルートをむやみに公開しないっていうのは大事ですね。はい。えー、この漢字間違ってます。えー 新入禁止エリアには入らない。はい、これ大事ですね、えー。ここ入ったらあかんって書いてあるとこを入っていくと、やっぱ怒られますよね。入りたい気持ちはあるんですけど、まあ、山之内ち主とか、その、侵入禁止にしてる人からしたら、何してんねんってなりますからね。書いてあるやん、やめろや、って。ただ なんか、侵入禁止って書いてあっても、なんか、ただ書いてあるっていう場所もあるらしいんですよ。その、まあ問い合わせしたりしてはる方もいるんで、まあ一概になんですけど、まあ、無用なトラブルを避けるためには変なリスクを負いたくないんで、まあ皆さん、ここ、立ち入り禁止って書いてあったら入らないでください。はい。はい、次の意見。えー、ブラインドコーナーでは除行は停止。これ大事ですよね。 ブラインドコーナーってわかりますかえー、初心者の方のためにちょっと説明するんですけど、ブラインドコーナーっていうのは、えー、カーブ曲がった時に先が見えないカーブっていっぱいあるじゃないですか、山って。だからそういうところでは、徐行、まあ、スピードを緩める、おわ、停止が無難です、えー。曲がった先に何があるかわからない。で最悪人がいて当たったら、まあ、結構、結構っていうかまあ、 まあ、お分かりだと思うんです。まあ、これ以上言わないです。だから、ブラインドコーナーでまあぶっ飛ばすのはリスクしかないですね。えー、メリットはないです。はい。えー、次の意見。えー、子供初心者はプロテクター着用。ああ、そうですね。確かに。怪我しますもんね。こけたら。で、初心、でも、この意見めっちゃよくて、初心者、 子供はプロテクター着用って書いてくださってるんですけど、えー、初心者ほどプロテクターをつけないですよね。これ逆に。上級者ほどプロテクターをつけてるっていうふうに僕は考えてます。えー、僕が会う人、一緒に走ってくださる人は、皆さん、ちゃんとしたプロテクターつけてますね。もれなく。えぇ、ー、まるみさん、えいちさん、えぇ、きらさん、皆さんね、 えー、ちゃんとしたプロテクターつけてありますであと、えー、H さんっていうあの一緒に走ってくださってる方がいるんですけど「まあ、谷さんグローブ <laughs> ちゃんとつけよう」って教えてくれました。で僕その時ロードバイクばっかり乗ってたんで、えー、あれですねあのその指の長いグローブを夏につけるっていう習慣がなくて。 あ、今コメントで、ヘルメットってきましたね。あ、ヘルメット、ヘルメット、すいません。もちろん、すいません。忘れてました。初心者さんのために、ヘルメット絶対つけましょう。皆さん。はい。で、えー、指の長いグローブの着用をお願いします。で、意見で、えぇ、ー、何やったかな。あの、自転車用でもいいんやけど、なんか、こう、あれ <laughs> すいません。ご,ご,ごめんなさい。どう忘れしました。何やったかな。 軍用かなんかの分厚いグローブもいいよっていう、あのー、コメントくださいました。はい、次の意見。すれ違いの際は降りた挨拶。この意見めっちゃ多かったですね。この意見。すいません、コメントくださってる方、後で全部返信させてもらいます。ありがとうございます。えー、この意見がめっちゃ多かったですね。すれ違いの際は降りた挨拶。これ皆さんあれですね、なんて言うのかな。 多分トラブル防止。あとみんな、みんなが気持ちよく山を走るために心がけてることだと思いますね。いい意見ですね。僕もこれは欠かさずやってます。たまに無視されますけどね。はい、次。熊鈴をつける。これめっちゃ僕、僕はこれはうるさいっていう意見もあると思うんですけど、僕は大事だと思ってます。この前あったんが、えー、走ってて、ダブルトラックの、まあ、林道やったんですけど、右からいきなり 何も言わず抜かれたんすよバって。で、えー、めっちゃびっくりしたんですよ。で、自転車乗ってる人がびっくりするんやったら、ハイカーの人とかもっとびっくりすると思うんですよで。鈴もつけてないし、こう、なんていうのかな、右行きますとかもないんやったら、多分ゴーってタイヤがこうね、地面と当たる音がするんで、めっちゃびっくりしますね。だからまあ、あと自分の身を守るために、熊に。 やられないためにえー、熊鈴はつけた方がいいですねで一回 H さんとファンキーと山に行ってた時に山のてっぺんてっぺんなんかな分からへんけどちょっと休憩してたんですよほんならチリン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 って熊鈴が聞こえるんであハイカーさん来たなーって言って山の頂上の真ん中でちょっと休憩してたんでまあちょっと端に寄ろかっていう話になってハイカーさん来てるから端に寄るっていうだから熊鈴って意外と 大事かなって思いましたそうクマだけじゃなくて人に対してもクマ鈴は結構大事かなって僕はその時思いましたはい次、えー、次の意見楽しく帰宅をモットーにこれが全部大事だけどもうほんまそうですね楽しく帰宅をモットーにするほんまそうですよだから骨折ったりケガしたり人をケガさしたり揉めたりトラブルになったりもう一番おもんないですからねまあ、そのなにこのルールがあるっていうまあ 別にあれで,すよ強制でもなんでもないんでただのこういう意見があるよっていう話をしてるだけですこれもう皆さんでもあのどんな人でも楽しく帰宅をモットーにっていうのを大切にしていきましょうはい次の意見パンク対策用品を必ず持っていくああこれこれはそうですね山の中でパンクしたら最悪ですからねしたことないですけど想像は容易にできるんでまあ山下ってて登りでもいいですわ なんかパクしたら最悪ですよね au の自,自転車保険でも多分山の中には来てくれないんで au の自転車保険でその迎えに来てくれるサービスっていうのがあるんですけどあのー、無理ですねはいだから、まあ、タイヤチューブシーラント空気入れは、えー、必須ですねで持っていかへんっていう選択肢もあると思うんですけど周りの人に迷惑かかるんで これはやっっぱ持っていきましょう、えー、や僕が見るに結構ねえー、ちゃんとした人はそのチューブをくくりつけてますねやっぱダウンチューブとかにはい次の意見、えー、天気の確認ルートの確認これめっちゃ大事ですねもう天気もちろん大雨降って山の中で大雨降ったらえー、下手したらそのトレイルって 低いい場所じゃないですか水が流れる場所ではあるんでまあ大雨の日に山に行く人はいないと思いますけど、まあ、鉄砲水って言うんですかそういう系があると思うんで山はなんか舐めたらあかんとよう言うんでやっぱ、えー、雨量の確認とか雨雲レーダーヤフーの、えー、雨雲そのお天 ベザーニューズのその雨雲レーダーとかを結構見といた方を見て甘く見ずに走るのが一番かなーっていう風に僕は思います。はい。あとルートの確認なんですけど、えー、僕が走ってるとこって迷ってもなんとかなる山なんですよ。絶対に京とか滋賀に絶対たどり着くとこなんですけど、まあそれでもやっぱ地域によってはやばいとこもあるじゃないですか。なので、えー、さん。 高知県の高さに教えてもらったのか国土地理院のマップがいいっていう風に聞きましたね。で、そ国土地理院のマップって、道あるのに、あえて載せてないとこあるんですよ。で、俺一回そこ突き進んだ結果、すげえ大変な目になったんですよ。台風で道がもう壊れてて、えー、一応行ったんですけど、過去の動画にファンキーのデビュー戦が壮絶すぎたっていう動画であるんですけど、まあマジ、ほんまにルートはちゃんと、 確認していった方がいいですね。1人で行くよりやっぱ2人以上。まあできたらショップのライドか、えー、慣れた方と一緒に走るのが一番ですね。初心者2人とかで走るのは、えー、おすすめはしません。はい、次の意見。ファーストエイド。えー、ファーストエイドっていうのは、えー、あれですね。なんやろ。まあ、伴走講とかですね。amazon でまあ1000円以内で売ってるんで、 めっっちゃセットでで入ってるんで15個ぐらい例えば山で迷った時にこう遭難した時に着るようなこう銀色の何て言うのかなやつとかハサミタ,タオル的なやつ絆創膏うこ笛いろいろ入ってますね今日ここ黒いんでミラーかかるんで僕鬼のお面つけてるんですよねすいません話脱線しましたはい次多めの飲料っていう意見確かに 山って、ロードバイクと違って、気軽に補給できないんですよ。ああ、喉かいたらコンビニ行こうかとかないんですよ。だから、えっ、ー、と、多めの飲料を持っていかんと、マジで積みます。夏なんか。僕、あのー、去年の6月、7月からマウンテンバイク乗らせてもらってるんですけど、最初、ほんまに何も分からなくて、普通にロードバイクで使ってたボトル持っていって、全部なくなりました。あれは結構辛かった。 かといって、人に水ちょうだいとか、そコロナとかもあるし、言える状況でもなく、非常につらい思いをしましたね。だから、おおめこんな飲まへんやろっていうぐらい追っていった方がいいかもしれないですね。<laughs> はい、次、えー。防寒着。防寒着もいりますね。もうちょっと今、もうすぐ春なんであれなんですけど、えー、一応、100メートル上がるごとに、えー、1度低くなるっていうふうに言われてるんで、まあ、600上がるならマイナス6度。地表が、 まあ、10度あっても、上は、6やったら、マイナス6やったら4度。まあ、寒いんで、そういう考えを持って、まあ、1枚なんかあってもいいかもしれないですね。はい、次の意見。騒ぎすぎない。あ、そうですね。えー、つい楽しくて、キャーとか、言うてもあると思うんですけど、他歩いてる人からしたら、なんかうるさいやつおるな、っていうふうに思われたりするんで、まあ、当たり、まあ、これは皆さん大丈夫でしょう。はい。 はい、次の意見。人のことを考える。まあ、もうこれも山だけじゃないんですけどね。ええー、そうですね。そういう意見もありました。はい。えー、次、最後。はい、ーさんとのすれ違いの際は挨拶。俺、これさっきもあったよね。あ、かぶりましたね。かぶりましたけど、この意見がほんまとにかく多くて、まあ、挨拶って大事ですね。っていうことが伺えます。そんな感じです。今日は、えー、 初心者さんに向けたマウンテンバイク山のルールを少しまとめさせてもらいましたはいちょっと今からちょっとコメント欄をすいませんコメントを全部無視してたんで無視読んでいきまーすはいおめっちゃ来てるありがとうありがとうございます、えー、チャーリーボーイさん1チャーリーボーイさんやったぜポイ捨て自転車乗ってても乗ってなくてもダメなことですねそうですね MTV さん m t コンバンチャー、えー、トレイルんトレライアントレイルや登山道は入らないとかじゃないですかということベン君ワンバンコどうもワンバンコ、えー、コーさん勝手にコースを作らないとかああそういうのもあるんすねへえチャリボイさんルール追加クマを正しく恐れる そうですね。熊ってみんな舐めてると思うんですけど、めっちゃ怖いですからね。見ました僕、だいぶ前にライブ配信したときに、えー、の怪我でググってくださいって言ったらみんなめっちゃ、あれですね、うわーってなってましたね。えー、を正しくする。ヘルメットをつける。はい、ありがとうございます。アマピーグさん、こんばんは、こんばんは、どうも。チャーリーボーイさん。 え僕もサイクリングだったローディーの方に向けて手を振ったり頭を下げています。ああ、これ大事ですね。僕もロードバイクの時そうやってやってますね。大事ですよね、そういうの。え、コウさん。自分の緊急連絡できるものは持っていくわけですかね。えー、何もできず亡くなって、ハイカーに亡くなったままで見つかったり、家族などに発見されなかった場合、遺体の確保ができないとかあるからですね。ああ、そうですね。えっ、ー、と、これ何でしたっけエマージェンシーカードですね。 この前、だいぶ前に出した動画でありますけど、MRGC カードは大事ですね。えー、家族も心配しますからね。あと、今、SNS で繋がって走っていく人が結構多いと思うんで、あの、例えば、僕と、えー、コウさんと、チャリボーイさんが走りましたと。えー、お互い、まあ、か、会ってるんで、顔は知ってると。ただ、住所も、名前も、緊急連絡先も知らんと。 例えば僕は山でこけました。もう動けません。意識もありませんってなった時に、その同行者めちゃくちゃ大変ですよね。だからみんなエマージェンシーカードっていうのはロードバイク、マウンテンバイク限らず、まあ、持っといた方がいいと思いますね。はい、いい意見ありがとうございます、コうさはい、チャリーボーイさん。たまにナイスバイクって言っております。マジっすか <laughs>。おもろいやん <laughs>。 チャリボーイさん。au、えー、確かに自転車サービスありましたね。ああ、ありますね。僕は使ったことないですけど、えー、友人の youtube さんは使ってありましたね。アマーピグさん、登録しました。ありがとうございます。アマーピグさん、多分初見かもしれません。あ、マジっすか初見でこんなん、あれですね。あ、あの、おすすめのですね。ありがとうございます。チャリボーイさん、あの本物の怪我の画像、まだ覚えてますよ。 いや、あれやばいっすよね。あれ、ノリクラの事件ですよ、あれ。本当に。ニコンさん、はい、D。<laughs> 山で谷さんに出会った時出して道をする。それなんでなんで。<laughs> 一緒にモンスター飲みましょう。<laughs> ありがとうございます。<laughs> チャリボーイさん、エマージェンシーカードですね。そうですね。エマージェンシーカード、ほんまに大事ですよ。はい。すみません、ちょっと長くなりましたが。えー、チャリボーイさん、えー、確かにそうなったら焦っても何もできなさそうです。いや、ほんまに、 僕ら、その、趣味の時間って結構 SNS で繋がって一緒に走ったりするじゃないですか。だから、なんて言うんかな。名前も本名知らん人とかも結構多いんで、エマージェンシーカードは持っといた方がいいですね。で、どこにあるかっていうのも、走る前に確認しといた方がいいですね。まあ、本名教えたくないとか、もあるじゃないですか。はい。趣味だけの繋がりなんで。 一応、お互い確認しといた方がいいですね。リスクが減らせるんで。はいあ。寒いですね、今日。はい。ということで、えー、今日は、えー、マウンテンバイクのルールを、えー、皆さんに聞いて、まとめてみたっていう動画でした。ちょっとライブ配信で、えー、あ、チャリボーイさん、ガーミンの自己検出機能をつけておこうかな。いや、つけた方がいいでしょ、絶対。絶対つけてみましょう。 ガーミン、ガーミンもしくはアップルウォッチ。はい。大切な人のためにもぜひお願いします。そんな感じです。えー、皆さん、えー、初心者の皆さんには参考になったかななれば、えー、嬉しいです。で、えー、上級者、走り慣れてる人は、えー、まあ、再確認のためになればいいかなと思います。はい。こんなこと、ところで。 終わりたいと思います。夜に突然すいませんでした。えー、えー、ニコンさん、今日寒いですね。えぇ、ー、神奈川も寒いっすか神奈川県も寒いっすか今日ちょっと神奈川県のこと考えましょよ。コウさん、あとできるだけ一人で行かないですね。ほんまですね。あ、めっちゃ大事ですね、これ。コウさん、ありがとうございます。一人でやっぱ山はやめた方がいいな。めっちゃ怖いですからね。 一人でもスリルがあるんで、あれなんですけど。まあ、できるだけ、もし一人で行くのはどんだけリスク回避できるかですよね。まあ、家族にどこどこの山のどこどこのルートを通るとか言っとかんと。えー、チャーリーボーイさん、コウさん、そうですね。僕もいつも一人になるんですよ。どうしましょうか。おやすみなさい、コウさん。えー、チャーリーボーイさん、山じゃな